まだ1回目のノリからです。めっちゃノリやで。おお、彩りちくわの磯辺揚げ的な感じで。どれ、生姜フィットネス芸人とのコラボ企画。もっとパラパラでよかったかもしれない。こんな感じでね、新メニューがいろいろと。あ、失敗パターン何かありました？そういえば激辛唐揚げ。あ、もう辛と辛が ぶつかってるやん。もう辛いの辛と唐揚げの辛。激辛唐揚げはダメ。あ、焦げた。え、焦げるんや。ボツになったのは激辛。激辛って何が入ってたんですか？キムチとか。コチュジャンとかそういう香辛料ばっかり。おお来た来た来た。完成しました。フィットネス芸人のりコラボ唐揚げ。のりからのりからね。見た目めっちゃいい感じ。のりからね。熱い。パワービロンになるやつや。この上の、はい、あっあっ味っていうか風味やね。いいんじゃないですか。いいじゃないですか。じゃあ次はガッツリ海苔から、ね、めちゃくちゃガッツリやけどね。もうなんか固まってる。いただきます。ガッツリの割にはちょっといただきます。なんかガッツリの割には少ない。なんでやろ。だから香ばしい。そう、香ばしい。香りはしない。ちょっとお友達のさつきちゃんにさつきちゃんも一度食べてもらいましょう。食べましょう。いただきます。髪の毛もっと短いのりさんの双子の、いや、そういうの分からんかったよ。なんか、はい、あ、黒い方。うわー、ポーズ変えたらもう持ってきますよ。ここら辺で試すんでね。確かに。味付けのりとかいいと思う。一回やりました。関西人大好きなんで。そうね、そのパターンあるよね。おにぎりみたいに巻いて。おにぎり唐揚げや。おにから。それのりって。ほんまやね。のりから。鬼から書いてる。鬼滅っぽく鬼からとか書いてる。うん、なったって。じゃあちょっと味付けのりやってみますか。やるなら今日。味付けのりはもう持ってきてますよ。なんだ。どういうこと。ほんまに味付けのり持ってきて取ってきますね。なんだ。しばしお待ちを。そのパターンか。どっちがいい？逆に楽しみなんですよ、食べる。いや、楽しみやね。初めて見たっていうか、初めてやんねんけど、意外といいかもしれない。はい、海苔から。いいかも。いい。見た目おにぎりみたいなね。鬼からって言ったら怒られる。鬼からはやめてよ。海苔を使ってよ。いけそうやね、それ。なんかあった味付けのり買っといてもいい。最高ですよ。ありがとうございます。
ねえ、見た目も可愛い。出来上がり完成。あ、めっちゃいいやん。ちょっと待って、え、めっちゃいい、めっちゃいい。あ、これはいいね、これはいい。これから第2弾バージョンアップして、これええんちゃう。いただきます。可愛い。あるよ、今日の映画、元元君。これいいかも。ちょっと、味見したいわ。大丈夫ですよ。海苔の食感もあるし。おいしい。うん。これは、決定です。これ、うん、全然美味しい。いいわ。自分ですぐっていうのもないんですけどね、美味しいわ。うん、見た目も味も、うん、かなりバージョンアップしましたね、さっきと比べて。海苔とこの肉のね、うん、ハーモニーがすごい。ちゃんと、ほんでもって海苔も食感がありますね、ちょっと揚げ海苔の、ね、揚げ海苔の、うん、美味しい。これ最高。いけんちゃいます。これはメニュー化します。イベントメニュー化。松本祭り限定。来ました。うわー、よかった。ここまでたどり着けて。あ、ほんま美味しいわ。めっちゃ美味しい。うん。のりさん、ありがとうございます。メニュー開発。いろいろ重ねた結果。美味しい。海苔から似合える日をぜひ皆さんお楽しみに。